はい、諸君、こんばんは。それではね、情報公式、今日は混乱した人多かったね。3年生第2回目ですが、情報公式をバンバン使っていきたいと思っております。練習が必要なのよね。習うよりも、慣れよ慣れちゃおうというのがポイントでございます。ぜひ、慣れていただきたいと思います。また、復習してね、このビデオでもね。はい、それでは情報公式1、2、3、4、4つやりました。まずは1番の公式です。 x プラス2、x プラス5、これは、x の部分が文字は一緒ですが、ここの数字に当たるところ、これが違うっていうバージョンですね。で、この時には x の2乗をまず持ってきます。そして2と5を足したんですよね。この2つを足して x をかけました。そして最後は2と5をかけたんですね。こんな流れでいったはずです。するとこれは答えが x の2乗プラス2足す5で 7x プラス 2×5、ね、10という形になりました。x 2乗プラス 7x プラス10、こんな流れであります。ではこのパターンで解いてみるよ。まずこれです。 x の2乗、次は2と3を足すんだったね。足して 5x、 そして2と3をかけます。プラス6、こんな流れでよかったわけですね。はい、次がマイナスが出てきました。まず x の2乗は変わりませんね。マイナス6、マイナス7、これを足すわけですので、マイナス13が出てくるでしょ。マイナス 13x。 あとマイナス6とマイナス7をかけるということですので、プラスになって6、7、42、42となってくるはずだよね。どうでしょうか、ここまで。その後どうでしょうかね。 a-2、a-4、 やはりこれもマイナス、マイナスです。ですので A の2乗がきます。マイナス2とマイナス4を足すわけですから、マイナス6となりますね。マイナス 6A、 そしてマイナス2かけるマイナス4です。プラス8、完成。どうでしょう。そして今日新たに、ここがニューだったわけですね。ここもニュー、そしてここがニューという形が出てきました。新しい問題です。括弧の2乗ですね。まず x の2乗をします。そして 2×x×3 両方かけちゃうんですね。 2×x×3、 2x×3、 そして最後3の2乗であったわけです。今までがここ足し算で掛け算だったのに、ここに掛け算が来るので、ああどうしましょうってことになっちゃうんですが、全く別物と考えていただきたいと思います。 x プラス3の括弧の2乗は x の2乗を持ってきます。両方掛けて2倍です。両方掛けて2倍です。そして3の2乗を持ってきます。すると x の2乗プラス2、3が 6x、 そして9という形が出てくれると嬉しいですね。ねえ、そしたらどうでしょう。ここいきますよ。 x の2乗です。両方かけて2倍っていうのが分かりやすいと思います。 x と4かけて 4x、 それを2倍します。だから 8x、 そして4の2乗です、16。こっちへも行っちゃいましょう。 a の2乗です。 a と5をかけて 5a、 それを2倍します。だから 10a、 そして55、25。ちょっと難しいのが出てきましたが、これもトライしてみたいと思います。まず 2x を2乗するから 2x の2乗ではなくて 2x×2x なのね。だから 4x の2乗です。そしてこれとこれをやっつけてかけてあげます。 2x×1 で 2x、 それを2倍してあげます。だから 4x、 あとは1の2乗1ですね。はい、今度はここもどうでしょう。 x の2乗、これ問題です。両方かけます。 3xy
2かけてやってください。2倍です。なので 6XY、 そしてこれの事乗、9Y 事乗という、どうでしょうか。そして真ん中マイナスだったらここがマイナスになるだけです。 X の事乗、そしてこれとこれかけて2倍、そしてマイナス4の事乗って絶対プラスになっちゃう。負の数も、まあ、過去の事乗するから必ずプラスなんです。なので X の事乗マイナス 8X プラス 4×16、 いかがでしょうかね。さあここも同じですよ。 X の事乗、マイナスかけて2倍、 12X、 そして事乗プラス 36、 B 事乗かけて2倍、マイナス 6B、 そして3の事乗。難しいですよ。これの事乗、 9X の事乗かけます、マイナス 12X 出てきますね。それの2倍なんです。それの2倍なんです。マイナス 24X、 そして4×16 と、こんな流れでありました。最後の公式はもうめちゃめちゃ簡単でした。同じパターンなんだけど、プラスとマイナス。ね。この時には、事乗引く事乗だったんです。X の事乗引く3の事乗だから、X の事乗マイナス9。まあ、たったこれだけ。簡単でしたね。なのでこれは、はい、事乗引く事乗。簡単。はい、事乗引く事乗。ここも、これの事乗に、これの事乗です。ですので、4X の事乗引く36。どうだったでしょう皆さん。やっぱり1番から2番の公式に行くときに混乱してしまいましたね。最後の公式はとっても簡単なので、そして2番と3番はほぼ同じプラスかマイナスかだけなので、これをぜひ見極めてください。もう公式これだけなんですよ。なのでこれを何としてでも練習して、何回も練習して、使えるようにしようじゃないですかね。習うより慣れようです。ではまた。